はい、こんにちは。8月の20日火曜日の日替わり竹部でございます。まずは本日の東京ドル円相場でございますけども、20日強騰日ということで、中年にかけては、輸入企業や本邦銀行勢からのドル買い円売りが非常に強まったという経緯がございましたが、やはりですね、輸出企業こういったところからのドル売り円転圧力というのが強まったということ、そして午後に入りまして日経平均株価が少し不調だったというところで、下げ幅拡大に伴って、ドル円相場97円円台の前半まで、押しとどめられたと、まあ、押し返されたという言い方ですね、円買いバイアスが高まったという経緯でございます。そして今度は豪ドル円でございますけれども、前回の日替わり竹部でご案内させていただきました、90円水準というのが少し一つの上値目処ではないでしょうかねというふうにして申し上げたんですが、こちらですね、RBA の議事録用紙が本日発表された経緯がございます。でこの右側の議事録用紙、ぜひ RBA のホームページ直接ですね、検索していただいてご覧になっていただければと思います。こんなような感じで出ているんですが、内容としては、さらなる利下げは差し迫ってないが、可能性を示すような必要性を認識しているんだよというような話、そして、豪ドル円は依然として高いというような内容が、声明文になされておりました。そして、豪ドル円、具体的な動きでございますけれども、ちょっとこちらの方をご覧になっていただければと思います。前回の日替わり竹部でちょっとご案内し、いたしました。先ほども申し上げましたが、90円水準というかどうしても前半が抜ききれなかったということ、そして節目で、まあ、下値の目処として意識しておりました88円の65銭水準、この水準をポーンと下抜けまして88円の50銭水準、そして、現在有効でございますが88円を、維持できるのかどうかというような攻防戦をちょっと見せているような状況でございます。さて今後の動きでございますけども、まあ、これ昨日の資料を使って申し上げるのも変なんですが、87円のまあ50銭水準ぐらいはちょっとと下抜けるようですと、8月の6日水準でございますが86円台の半ばまで、ちょっと脅かされる可能性があるのかなというふうにして見ております。そういう意味では、昨日の前回のマーケット、前回のというか昨日のマーケットで90円水準を超えられなくて、まだ5ドルロング円ショートで捕まってるんだというような方々もですね、ちょっとこの水準を下回ってくるようですと、まあ、ひっくり返す、もしくはポジションを縮小させておくようなリスク管理というのは非常に重要なのではないかなという意味で、まあ、今回ちょっとストラテジーをイメージしたんですが、じゃあその根拠として何かというところで今回こちらの方をご案内させていただこうかと思います。さて、嫌われる豪ドル円最悪ケースと、今申し上げましたストラテジーイメージというか、まあ、逃げのイメージというものの根底、背景というのは、竹部的にはこういった最悪のケースをイメージしているというところでご理解していただければと思います。フィボナッチリトレースメント、これは2008年の10月の最安値から、本年の高値、そしてそこからの 38.2% 戻しが86円の13銭と、まあ、先ほど申し上げました、86円の半ばをちょっと割れるところ、そしてさらには、50% 押しってなりますと、これは月足の一目均衡表の雲のところとほぼ一緒になりますが、こういった水準を意識せざるを得ないというところを勘案いたしまして、先ほどちょっと嫌われる形でございましたが、戻り売りないしはポジション全部一旦縮小というような短期的なストラテジーイメージをご案内させていただきました。いずれにしてもまだですね、米国ドルとの合わせた形で豪ドル円、豪ドル、そして対円での動きというのが豪ドル円を左右させるものかと思います。リスク管理の方は十分ですね、ご留意していただいてお取り組みしていただければと思います。以上、8月の20日火曜日の日替わり竹部でございました。